こんにちは。スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらです。ユダヤ式学習法算数のパターンその3です。今回は文章問題を学校で勉強してきた場合ですねの話をしたいと思います。文章問題、実は一番大事なのは国語力だったりします。この問題がどういうものを答えてほしいのかという読み取る力がすごく大事なので、まあ、国語力すごく大事になるんですね。で、まずは文章問題を読み上げてもらってください。声に出して読み上げてもらいます。その中でいろいろな質問を生徒役であるお母様かお父様がしてみてください。時速って何なの？とか、濃度ってどういうこと？濃度のパーセントって何？など、まあ、いろんな質問をちゃんと理解できているかどうかの確認を質問でしてみてください。その次は文章を図式化です。まあ、図式化ってなぜするかっていうと、整理をして頭の理解を深めるためですよね。頭の中で理解を深めるためですね。ですから学校でやってきてもそのまま真似させればいいので、図式化分かんなかったら先生どう書いてたとかノートを見せてごらんとか言ってもいいと思いますので、図式化してください。で、3番目、そこから式を求めて答えを導くというこの3段階をうまくやっていただければ大丈夫です。算数ね、そんなに恐れることなく、こういう形式でやっていってて、全部が全部いきなりうまくいきませんから、逆にわからない部分を子供が理解をして、どの部分が僕は分かってないんだっていうことを理解して、お母様と復習したり学校に先生にね質問してもいいと思いますので、うまく活用してみてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。